送局。はい、どうも皆さんこんばんは。ゆうと放送局ゆうとでございます。ということで、前回ご紹介というかね、これ買いましたって言ったと思うんですけど、こちらですね、ポポンデッタさんの LED 室内灯でございます。はい、今回はですね、これを、開封してちょっと実際に車両につけて点灯させてみたいということでですね、やってきたと思います。で、僕室内灯をつけるの実は初めてなんですよね。とはいえね、ずーっと僕がほんとちっちゃい時、 YouTube やってない頃にね、ちょっとビートレインショーティーやってた時かな、かなんかね、ちょっと N ゲージ持ってた時になんか室内灯入れてたような記憶があるんですけど、とはいえね、ちょっとほとんど覚えてないんですけど、実質初めてということでやっていきたいと思います。室内灯はですね、確かね、加藤さんから、そしてトミックさんから純正のもの一応出てるそうなんですけど、今回は私、ポポンデッタさんの買いました。で、なぜポポンデッタさんのものにしたかと言いますと、室内灯ってやっぱりちらつくらしいんですよね。で、それが結構気になって僕は今までつけてなかったり、つけるのが大変だっていうのもあったんですけど、一番はこう、ちらつくのが嫌で買わなかったんですけど、なんとね、なぜ急に買ったかと言いますと、こちらの商品は、そのちらつきをね、軽減してくれるらしいんですよ。さあ、どういうことか、ちょっと見ていきたいと思います。パッケージがこんな感じになって、かなり細長い感じになっておりますね。ここに書いてあるの見えますか？ここに書いてあるんですよね。本製品は蓄電することでちらつきを、軽くすることができるみたいなこと書いてあるんですけど、蓄電するんですね。これすごいですね。エネルギーチャージャー付きって書いてあって、なんか下にこうバッテリーの絵みたいなのがいろいろ書いてあるんですけど、要は蓄電するらしいんですよ。それで、チカチカするのを減らしてくれるみたいな感じですかね。わからないですけど、使ったことないんで。本当は比較のために加藤さんとかね、純正のものを買って同時にやりたいんですけど、ちょっと残念ながらそっちは買えなかったんですけど、色はですね、青白色で、他にもね、ちょっと黄色っぽいやつと、あと電球色もありましたけど、私は、青白色にしました。今の電車にふさわしい感じがするんですよね。試しとはいえ、ちょっとね、二つ買っちゃいました。で、これ一つね、C タイプ7本入りって書いてあるんで、ちょっと7本、7両用ってことかな、よくわかんないですけど、一応それを買いました。バラで1つだけっていうのもあったんだけどね、ちょっと7本入りを2つ買っちゃいました。どうしよう、全然ダメだったらどうしようって感じだけど、まあいいや。で、お値段の方がですね、私が買ったこの7本入りがですね、ホームページで見ると5600円、プラス税ってという形になっております。で、これの1本入りっていうのもありますけど、1本入りは850円、プラス税になります。あとは色が違うだけで値段は今みたいな感じで一緒ですね。はい。ということで、よくわからないんですけど、早速開けていきたいと思いますね。おー。あ、なんだろう、これ、いろいろ怖いな。おー。これですよ。おっと。こんな感じです。なんだか LED がついていて、ここにいろいろなんかわけわかんないけどいっぱいついてて、形がね、面白いね。L 字っていうか、こんな感じになっております。これサイズ調整をできるそうです。だから、車両によってはもしかしたら長い場合とかね、自分でカッターかなんかで切って使ってくださいみたいなことが書いてあります。あとね、モードが2種類あるそうで、見えるかな？モード L とモード H っていうのがあってですね。見えるかな？わかんないんですけど、書いてあるんですよ。モード L にすると、実写っぽい感じの、何これ、実感的な標準モードって書いてありまして、モード H は明るさ優先のモードみたいな感じになってて、多分 H の方が明るい。なんで、どうなんだろうね。L の方がいいのかな？だから、明るくしたいって場合は、H に切り替えるみたいな感じなんですけど、今はどっちになってんだ？ L か。標準モードになってますね。なんで、それも比較もちょっとやってみたいと思います。何の車両につけようかいろいろ迷ったんですけど、久しぶりにこの最強線、加藤の最強線をね、出してみましたのでね、ちょっとこいつにつけてみましょう。まずはね、本体というかカバーを取りますかね。はい。で、すいません。ちょっと作業するところがね、なくて、ちょっと今椅子の上でやってるんですけど、なんでちょっと見にくかったらごめんなさい。で、とりあえずね、最強線の車体をまず外して、このような感じ、剥き出し状態ですけど、まずね、この金属、さっきお見せするの忘れちゃったんですけど、こんなね、金属パーツがね、入ってました。で、これをですね、ここの隙間に入れるんですよね。これ、すごい素人すぎて全く分かってないですけど、大丈夫かな？違ったら、違いますよって教えてください。自信がないけど。で、
こう入れて、で、まあ、要はこれをこの隙間にね、こうやるわけなんですよ。これで、線路に置けばつくと思うんですけど、多分つきます。で、このままだとすごくはみ出しちゃってますよね。自分でここは調整するってさっき書いてあったので、ちょっとカッターを使ってここを切っていきます。はい、カッターでね、まあ、切るというか、まあ、こんな感じでね、傷をつけてあげて、あとは手で、はい、結構簡単に加工はできますので、そんなに難しくないですね。まあね、一応カッターを使って作業するということなんでね、手切ったりしないように気をつけてください。で、こんな感じで切り終えたら、またさっきのようにね、つけていきましょう。多分この金属に当てないとね、もちろんつかないので。ちょっとカメラ越しだからすごいやりにくいけど。こんな感じですね。で、あとはカバーをかぶせる。こっちからか。はい。めっちゃ簡単じゃん。じゃあ、ちょっと線路に置いてつくかやってみたいと思います。はい。ということで、早速、この先頭車と2つですね。この2つ、設置完了しました。そして、で、手前側がモード L、標準モード。そして奥が、モード H の、明るさ優先のモードっていう、こっちの方が多分光が強いってことですよね。では、どっちがちょっとわかんないけど、とりあえずやってみます。では、点灯開始。うおー、やば、めっちゃかっこいい。いや、感動です。室内灯ってこんないいんだ。ちょっとマジ感激しております。今泣きそう、やばい。で、ちょっと電気消しますよ。うわ、なんか今までね、駅だけこう照明がこう光ってて、車両だけ光って、なんかちょっと回送列車っぽかったけど、これはめちゃめちゃいいっすね。うわ、やば。しかも全然ちらつかない。ほら、あんまり今レールとかメンテしてないから大丈夫かなと思うんだけど、全然平気。なんじゃこれ、神でしょこれ。 ちょっと値段高いけど、これは最高じゃないですか。で、これでつくんだ、こんな簡単に。で、個人的な感想なんですけど、やっぱ色はね、この青白色がいいんじゃないかなと思いました。今の電車とかは結構割とこういう LED というかね、こういう色ですからね。で、ちょっと、ね、気になる、そのもう一つの、あと2種類、電球色とかいろいろあるんですけど、僕は客車を持ってるんで、客車なんかはそれ入れたらいいんじゃないかな、みたいな思ってしまったんですけど、どうなんだこれ、トミックスとかダメなのかな。なんか下等向きらしいんですよね。なんでトミックスかつくかわからないんだけども、つかないのかな。まあでもすごいいいな、これ。こっちがね、さっき言ったモード H で明るい方なんですけど、明るい方がいいのかな、やっぱり。全然多分ね、比較して別になんか今こう両方見ちゃうとこっちの方が明るくていい気がしたんだけど、標準モードでもいけそうな気がしますね。はい、っていう感じで、やばい、感動すぎる。いつも持ってる車両がなんかまた違う車両に見えてきたな。 これなんかここまでやると夜景とかもやりたくなりますよね。そうするとね、なんだろう、他も電飾しないといけなくなっちゃうんで、ちょっと手間かかるんですけど、とりあえずいいや。すげえな、これ。夜景っぽいのもできますね。はい。ということで、今回は室内灯でございました。結構、まあちょっと高い気はしたんだけど、感動の方が大きいです。個人的に。感動がすごすぎてね、この5000円は全然もう良かったなと。この5000円出して良かったなって感じです。わ、やば。とりあえず、今からこの最強線、10両編成。全部室内灯入れてちょっと走らせてみたいと思いますので、ちょっと室内灯入れてちょっと走行動画も撮っちゃおうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは、さようなら。